疲れて、そんなもんで。だとしたら、許されませんけど、同情もできますわ。少なくとも、女神様としての自覚がないあなたが、文句を言っていい相手ではありませんのよ。出て行っていただけます？私、当分は自分の大陸のことに専念したいの。つまらないものを切ってしまった。ブラックハート様、お言いつけ通り指示は出しました。しかし、皆混乱しております。いいの。もう様付けもいらないの。女神職は今日で引退。政治家だって不祥事があれば辞職するわ。アグニールの一件に、博覧会の事実上の中止。民衆は随分振り回されたでしょうね。ですが、どれもブラックハート様だけの責任というわけではありません。いいな。そもそも深海にいるはずの私が下界に干渉しようとしたのが間違いだったね。教員は国船員に統合。はじめは足並みも揃わないと思うけど、これからは確執なく仲良くやってね。しかし。しかしもかかしもヘチマもない。女神が伝える最後の作戦よ。心して受け入れなさい。はあ。おや、何事でしょうか。ここにはしばらく誰も近づかないよう言っておいたはずですが。お久しぶりです、女神様。今日はいつものパーティーセットにイースーさんがついてきてるです。何しに来たの？属性が一人増えてるし。いいわ、あなたは席を外して。はい、かしこまりました。さて、ここで問題です。じゃじゃーん。ここにいる新キャライースンは誰の隠し子だったでしょう？え？隠し子？意味わかんない質問しないで。ごめんね、
隠し子なんかじゃ断じてないから。それより女神様、私たち今日はお願いがあってきたです。詳しいことはヒースンさんに聞いてほしいです。わかったわ。モンスター騒ぎもアブニールの件も全部先代の女神様、つまりマジェコンヌが元凶だったって、そう言いたいのね。そうなの。もともとマジェコンヌは女神様だったはずなのに、今は世界を滅ぼす悪者に商売買いしてるんだよ。同じ女神様として許せないでしょ。だから一緒に来て倒すのを手伝ってほしいの。残念だけど、私は今すぐにでも深海に帰りたいの。これ以上下界のことには首を突っ込まないって決めたばっかりなんだから。それならちょうどいいよ。だってマジコンヌは深海にいるんだもん。私からもお願いするです。マジェコンヌさんは世界を滅ぼすかもしれないです。どうしても女神様の力が必要なんです。信じられない、そんな話。確かにモンスターの出所は気になってたけど、それが先代の女神様で、その子が死者。大体そのマジェコンヌが化けたっていう宣教師には私も会ったことがあるけど、とても世界を滅ぼすなんて大それたことできる人には見えなかったわ。でも現にモンスターはいるんだし、女神様以外に一体誰がモンスターを出したりできるの？さあ、誰かが餌付けでもして癒してるんじゃない？そんなわけないでしょ。野良猫じゃないんだし、餌付けしたって増えないよ、モンスターは。うるさい。大体ネプテューヌまだ記憶戻ってないんでしょ。何も覚えてない部外者のくせに、いちいち指図なんてしないで。さ、用は済んだでしょ。私は協力しないし、パーティーにも入らない。分かった、出てって。私一人で十分じゃない。実は私ってかなり強かったりする？